この後は東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ、大和慎がリベンジマッチに挑みます。青コーナーより大和慎選手の入場です。名門帝拳ジム所属、25歳大和慎、日本タイトル、OPBF タイトルと順調にステップを上っていたかに見えました。しかし大和慎に試練は突然訪れました。今年2月に獲得した OPBF タイトル、6月17日の初防衛戦、自信を持って臨んだリングでよもやの8ラウンド TKO 負け、わずか4ヶ月で王座から陥落しました。その大和が選んだ道は最も厳しい諸4人とのダイレクトリターンマッチ。帝拳に連敗は許されないんです、この試合が勝負なんですと話す大和、自らの手でプロ人生最大の試練を乗り越えることができるでしょうか。挑戦者大和慎リングに入場です。ただいまより東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー122パウンド韓国、東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン趙永寅。大和を返り討ちにして初防衛なるか、チャンピオン趙永寅。青コーナー挑戦者122パウンド帝拳ジム所属、東洋太平洋スーパーバンタム級1位、大和慎。同じ相手に連敗するわけにはいきません、挑戦者大和慎。ジャッジ日本この試合、ジャッジは日本の森田健さんと韓国の趙万淑さん、そしてレフリーは中立国タイのプライアードサムさんです。チャンピオン挑戦者立場が逆転しての今日の一戦になります。昨日行われた計量はリミットちょうど122パウンド1回で計量をパスしています。さあ OPBF スーパーバンタム級タイトルマッチ、長丁場12回戦になります。今第1ラウンドのゴンが鳴りました。赤のトランクスが韓国チャンピオンの趙永寅です。一方黒のトランクス、サウスポースタイルが日本の帝拳ジム大和慎です。韓国のチャンピオン趙永寅は今日がプロ13戦目、一方の挑戦者となった大和慎は今日がプロ24戦目です。この2人は6月17日にこのタイトルを争って、この同じ東京後楽園ホールのリングに上がりました。チャンピオン大和慎の初防衛戦だったんですが、結果は8ラウンド TKO、 挑戦者だった趙永寅がタイトルを奪いました。それ以来の再戦ということになります。共にこの間試合は行っていませんで、ダイレクトリターンマッチということになりました。今チャンピオン趙永寅の頭がちょっと大和に当たっています。踏み込んでワンツーを見せました大和慎です。まあ、ファイティング原田さん、はい、同じ相手、ほぼまあ4ヶ月ぶりということになって再戦ということになりましたね。そうですね、はい、あの立場が逆ですからね。そうなんです。いやでもあの大和君がリラックスしてできるんじゃないですか。はい、そのあたり立ち上がりの動きはどうですか。チャンピオンはやっぱりあの守ろうという、ね、はい、意識であの客に力が入ると思いますけどね。はい、大和君はやっぱりリラックスして打っていいじゃないですか。そうですか、はいはい、そういうところ見えますね。あの前回6月の試合は浜田剛さん、はい、大和慎がちょっとその打ち合いに行ってこれが裏面出てしまったんだという話をしていましたが、まあ、打ち合いにもいろんな打ち合いありますからね、ちょっとあの中途半端な打ち合いがあったもんですから。あ、そうですか、はい、だからそういった面で、まあ、迷いがあったやり方だったんですね、はい。まあ、今回は、まあ、この試合を絶対取ると、どういった内容にあろうが取るという気持ちで臨んでるんで、はい、まあ、期待できると思いますね。第1ラウンドの立ち上がり、まもなく2分が経過するところ、左ストレートを伸ばしました大和慎です。サウスポースタイルの大和慎に対して右構え、オーソドックススタイルがチャンピオン韓国の趙永寅です。また踏み込んできました。
韓国の張ヨイン、細かいパンチを当てていきます。挑戦者の大和慎、リング中央右をついていきます。大和、左のジャブは張ヨインです。身長は大和慎が175センチ、一方の張ヨインが171センチです。ともにこのクラスとしてはファイティング原田さん、おっと右右、左腕を絡めて右のパンチ2発、ともにこのクラスとしては大柄の両選手ですよね。そうですね、そうですね、大和君大きいですよね、はい、なるべくだから超4ミリのちょっと頭がちょっと低いですね、怖いですね。あ、そうですか、はい、まあ、何回か頭ぶつかってますね。すでに立ち上がりからその低く踏み込んでくる超4ミリの頭が大和慎の顔面に当たるという場面もあります。また右のリードブローです。大和慎、第1ラウンド残り10秒になりました。足を使っています。右に回っている大和慎、おっといきなりの右だ。まあ、あいた右いきなりの結構打ってくる選手ですね、この選手は、はい、第1ラウンドが終わっています。両選手の経歴成績は3ラウンドにいきなり2度のダウンを喫しました大和慎です。その後中盤にリズムを取り戻したかに見えたんですが、8ラウンド終了で TKO 負け。打ち合った分消耗が早かった、すごく疲れた試合だった、あんなに効いたパンチをもらったのは初めてでしたというふうに大和慎は話していました。さあ、その第3ラウンドが始まりました。先ほど第2ラウンドはちょっとチャンピオンの大きなパンチをもらうというシーンが大和ありました。ただラウンドの後半、濱田剛さん、はい、そのチャンピオンのパンチ、大振りのパンチをかわしていくという大和の動き見られましたよね、うん、それでいいわけですね、はい、そして相手結構振り終わった時終わった時にバランス崩すところ出てきますからね。あ、そうですか、はい、そこを左それで打ち込めばいいですから、はい、左をストレート打っていきます。大和慎また足を使っています。チャンピオンの張ヨイン、体を低く構えています。赤いトランクスのチャンピオン、右が伸びてきました。しかしこれはバックステップでかわしています。大和慎今度はボディーブローを狙っているチャンピオン、また踏み込んで右を突き上げていきます。チャンピオン、レフリータイのプライアードサムさんが分けました。またリング中央に戻りました。両者第3ラウンドです。やはりファイティング原田さん、はい、前回の試合の教訓が大和氏に生きているんでしょうか、うん、そうですね、やっぱりそういうところもありますね、はい、非常に足を使って冷静に見てますね。おっと左、あ、今は左の眉のあたり切りましたね、今の、うん、右のジャブでしょうか、そう一発で切れましたね、はい、パンチでチャンピオンの左のまぶたのあたりが切れました。やっぱりあのジャブを出してて、ね、相手が右に来た時にですね、左ストロークカウントはいいですね、はい、足を使って間合いを取って、そして右をついていきます。サウスポースタイルの大和慎、まあ、定見ジムの本田会長も浜田剛さん、はい、相手がやりにくいことを大和がやらなければいけないんだと、そういうことで嫌がることをやらなきゃいけないというふうに話していました。まあ、それ基本ですね、はい、また右のジャブを見せます大和慎、それに合わせて大きな感じはチャンピオン、サウスポースタイルというのはみんな、はい、やりにくいところあるわけですよね、あのオーソドックスな選手にとっては。そうです、はい、だからそれをまずサウスポーということを、はい、重点的に使わんという感じですよね、はい、ファイティング原田さん、はい、大和という選手はサウスポーであること、そしてこのクラスとしては長身であること、これを利点として生かさなければいけませんよね。そうですね、やっぱりそれとですね、はい、非常にやっぱり足が止まるといけないですからね。足ですか、だから足を使ってうまいところ、よく、大きなロングフックを気をつけた方がいいですね、はい、またチャンピオンの右です、挑戦者の右にチャンピオンが右を合わせてきます。今度は左側にチャンピオン、また足を使った大和慎です。冷静に足を使って間合いを取ります。とにかく今日は絶対に打ち割ってはダメなんですというふうに大和慎は話しています。このあたり相手の動きを冷静に見ています。足を使って距離を取っています。ワンツーだ、右を伸ばしていきます大和、また右、右のジャブ、右のジャブを2つ3つついていきます。おっと右、チャンピオンいきなりの右を打ってきました。ここで第3ラウンド終了です。このラウンドチャンピオンが左のまぶたをカットしています。 BS スーパーバンタム級タイトルマッチは第4ラウンドまでが終わっています。この青コーナーのリングサイド、先日定見ジムに移籍しました。来年にも世界再挑戦が予定されています。 WBA バンタム級9位の西岡俊明もこの大和の試合腕組みをしてじっと見つめています。11月5日この東京後楽園ホールでWBC 世界7位のヘラルド・マルチネスと西岡、次の試合が決まっています。
同じ帝拳ジムの同僚となった大和の試合をリングの下から西岡も見つめています。今日の試合、試合は中盤に入っていきます。第5ラウンド、左ストレート、大和リング中央です。右のグラブを高く上げました。大和真です。右のストレート、ジャブをついていきます。大きな右はチャンピオン、リング中央クリンチです。序盤の4ラウンドまでの放送席の採点を見ていますと、浜田剛さん、はい、まだ決定的にその大和がペースを取っているということでも ないんですか。相手は、はい、どんどん入ってこようとしてますからね、それを入って、崩せない状態を作れると完全な大和ペースと言っていいですね、はい。大和がペースを取るためにはあと何が必要なんでしょうか。今すごいいい距離保っているわけですね、はい。今度はあとは、打つということが大事ですね。まだ手数が、はい、足りないですね。大和は足りませんか、はい、足りないですね、はい。慎重に距離を取っています。今度は打って出たい大和慎です。ファイティングハッドソンもまだどちらも決定的なリードという採点ではありませんね、はいはい。チャンピオンが超4人ですか、はい。これもですね、はい、やっぱり、どうしても空振りさせてね、頭にカッカッカさせてもいいですよ、はい。まず左、ね、はい、でやっぱり大和君 のカウンターを狙った当たってきますかね、はい、直さらせてきますからね。なるほどね、ペースを取ると思いますよ、はいはい。まだ強引にチャンピオンは踏み込んで来てはいるんですけれども、来てるんですけど、まあ、かわしてますよね、はい。チャンピオンが明らかにカッカー来ているという感じではないですね。そうですね、大振りして一発ぐらいですからね、はい。大和はそのあたり、大和君のパンチを中央当たってますから、はい、余計に右のジャブです。チャンピオンが、ちょっと、左ストレート、今のが出ると相手、入ってこれなくなりますからね、はい。相手が踏み込もうとした瞬間ワンツーを見せました大和シーン。今度はチャンピオンのパンチは空を切っています。リング中央、また右をついていく大和、左、今度は右から左、チャンピオンです。大きなパンチはチャンピオン、また右のジャブをつきました大和。このあたりは今日はチャンピオンの誘いには乗りません大和です。またリング中央に戻りました両者。大きな右を打ってきますチャンピオン、右のジャブで間合いを取ります。挑戦者の大和真です。また足を使います。右に回ります。挑戦者、左ストレート。第5ラウンドも残り20秒になりました。右をつきます。大きな左は空を切りましたチャンピオンです。アウトボックスに徹する挑戦者の大和真、右、チャンピオンの右、そして左、接近した、ワンツーだ、チャンピオンのワンツー、そして左。このラウンドほとんど時間がありません。ワンツー、ヤマトのワンツーがヒットしたドルデゴングです。最後にヤマトのワンツーがヒットしました。第5ラウンドの終了間際のヤマトのワンツーがヒットしました。左ストレート、今のパンチはファイティングハンサークリーンヒットです ね、ちょうど入ってくると簡単になりましたね、はい。もう少し時間があったら面白いですけどね、はい。非常に足を使っていいカウント取ってますよね、はい。浜田剛さん、はい、徐々にこの大和の右のジャブから左ストレートというコンビネーションがヒットし始めました。 そのタイミングがだんだんつかめてきましたからね。あ、そうですか、うん、はい。これ、まあ、今までつか、めなかった、やらなかったというのは出してなかったんですね、はい。それが出てきたんでですね、左、これでいいんですね。左のカウンターです大和、うん。これでポイントも取れるし、相手にダメージも、はい、植え付けることができますからね、はい。チャンピオンが強引に踏み込んできます。さあ打ち合いになるか、チャンピオンが打ってくる、しかしスッと離れました大和、体を入れ替えた大和、大きなパンチ。ちょっと大和もこれは返り血ですか、それとも左の眉毛のあたり切れていますかね。あと右、チャンピオンの右、左の眉毛のあたり決めましたね。大和も失血を見ています。ワンツーだ、前は相打ちだったんですけど、はい、左のタイミングが合ってきましたよ。左のタイミングですか、はい、合ってきましたよ村山さん、はい。青コーナー大和陣営ですが、やはりその左のストレートもっと自信を持って打ってもいいんじゃないかというような話がありましたね、はい。であと相手のペースに巻き込まれることなく、はい、落ち着いてやっていくという指示です。左ストレートです大和、左のタイミングが合ってきましたよ。左ストレートが前のラウンドあたりからヒットし始めています。挑戦者の大和陣、強引に踏み込んでくるチャンピオン張四人。このラウンド大和も左の眉毛のあたりをちょっとカットしたようです。さあワンツー、右から左です大和真、ワンツー左、そして右をフォローした大和、まあ、今のは浅かったんですけど、はい、タイミングが合ってきましたよ、はい。
このあたりだんだんそのファイティング原さん、はい、徐々に大和のペースというになっていっているというふうに見ていいんでしょうか。そうですね、はい、非常に大和君のペースですね、はい、やっぱり大きく打ってもですね、はい、チャンピオンついていきませんね、そうなりますと今度はその、チャンピオンの不用意なパンチですよね、怖いの待つ、帰ってきますからね、はい、でやっぱり大和君はジャブ忘れずに右のジャブですか、はい、あれをストレート忘れないですね、はい、でジャブをつきながら左のストレートですか、はい、入ってくるとかね。そうしますと浜田剛さん、この後も右のジャブを手数を多くという大和なんでしょうか、はい、そうですね、それと左のタイミングがあってますからね、はい、これまっすぐ打てば必ず当たりますから、はい、そして、注意しなければいけないのは相手の右のロングフックですね、ロングフック、はい、これだけは気づけんといけないんですね、左も使わずにいきなり飛んでくる右ですね、はい、やっぱり大和が打ち気に入るとですね、はい、打つ体勢だと右というのはなかなか避けにくい状態があるんで、なるほど、ね、はい、あれだけ気をつけておけばいいですから、はい、徐々に大和ペースになってきました、ね、右から左、ああいったのを気をつけておけばいいですから、はい、相手の踏み込んでくるところ右の腕を使って距離を保っています大和慎。さあ第6ラウンドも残り10秒を切りました。徐々に流れては大和か、左から右、今度はワンツーだ、足が止まった。第6ラウンド終了です。こちら青コーナー大和陣営です。今リングの中に入っているのが鈴木トレーナー、そしてリング向こう側元 OPBF チャンピオンの笠井雄一さんです。まあ、浜田剛さん、はい、この大和6月に負けた後とにかく今日の再戦に向けてかなり厳しい、本人も意識を持ってトレーニングを積んでいたようですね。まあ、そうですね、はい、同じ相手に2連敗でもしたらその後がないという状態が来、はい、ますからね、そういった面ではやっぱり切羽詰まった心境ですよね。はい、大和自身も今日の試合が勝負なんです、同じ相手に連敗、名門帝拳ジムにあって連敗することは許されないんですというふうに試合前話していました大和慎です。試合は第8ラウンドが始まりました。 OPBF タイトルマッチは12回戦です。今日もこの後楽園ホールリングサイドにはお父さんの信也さんもこの息子大和慎の試合をじっと見つめています。時折メガホンを持ってその大和に声をかけています。もともとそのお父さんが、おっと左ストレート、いい左ストレートが入りました。大和が当たればあれでだんだん効いてきますからね、はい、そうですか、はい、あのパンチでいいんですね。その元日本ランカーのお父さんの影響で小学校6年からボクシングを始めたという大和慎、まあ、アマチュア時代からこのおっと左、まあ、浅いですが、ああいったタイミングでいいんですね、はいはい、この大和慎息子の試合を全部見てきたという信也さん、前回の負け方を見たときにもうお前はやめてしまえというふうに厳しく大和慎は言われたそうです。しかし再起しまして4ヶ月後前回負けた相手とのダイレクトリターンマッチに臨んでいます大和慎です。まあ、そのお父さんの信也さん、帝拳ジムでも大和が練習をしているときスパーリングのときなど浜田剛さん、はい、よくジムに見にも来てもいますよね、一生懸命ですね、はい、ちょっとお互い頭が当たるシーンがありました。挑戦者となった大和慎、このラウンド左ストレートが序盤にクリーンヒットしています。あ、ちょっと額を切りましたね、チャンピオン、ちょうど眉間のあたりから血が流れています。先ほどバッティングでレフリーが止めるシーンがありました、その時でしょうか。そうですね、はい、ちょうど眉間、額のおでこの真ん中のあたりがパックリと割れています。ドクターがその傷の様子を見ていますが、どうやら試合続行可能のようです。試合が始まりました。ワンツーだ、おっと右、大きな右、チャンピオンの大きな右、まあ、チャンピオンの方もやっぱり傷が心配なんで、勝負を急いできますよね、はい、やはりこういう失血を見るとファイティングアナウンサー選手は焦りというものが、はい、そうですね、逆にそうすると大和君のチャンスが出てきますからね、はい、冷静に相手のペースに乗らないように、まさに前回の試合とは立場が全く逆になりました。前回の試合は右の前のあたりを大和が大きくカットしまして8ラウンド終了 TKO でした。左ストレート大和、あとちょっとそのチャンピオンの出血多いですね、結構流れてますね、はい、浦山さん、はい、チャンピオンの眉間の傷は1センチ深いということなんですが、試合は続行可能ということです。ちょっと深い傷だというコミッションドクターの診断、しかし試合は続いています。第8ラウンド手元の時計は3分を回りましたが、ドクターのチェックがあった間ロスタイムがあります。
第8ラウンド左ストレート、今度は三田、チャンピオンの三、さあチャンピオンが来る、体を入れ替えた挑戦者、大和が体を入れ替えた、歯を食いしばってチャンピオンが出てきました。このラウンド残り10秒切っています。右をつきます、冷静に右をつく挑戦者、ここで第8ラウンド終了です。ラウンドチャンピオンがバッティングでおでこのあたりを大きくカットしています。第8ラウンドの序盤の大和のこの左ストレート、浜田剛さんいかがですか。タイミングはズバリバッチリ合ってきましたね、はい、ですからそのパンチを出せば当たる、じゃあ出せばポイント取れるということになりますよね。これをもう少し欲しいですね、はい、で今の攻撃の後両者期待が当たりました。偶然のバッティングでチャンピオンがおでこのあたりをカットするというシーンもあった第8ラウンドです。その場合にはですね、はい、途中採点になる可能性ありますからね、試合を止めてですね、はい、だから先に先にポイント取っておくというのは大事ですよ、はい、さあ打ち合いになります。当然チャンピオンもそのあたりを意識しての8ラウンドの終盤からのこういった強引な攻撃なんでしょうか。止められて途中採点になってしまったらというんで、はい、早くポイントを取りたいという気持ちなんですね、はい、すでに試合は第8ラウンドまでが終わっています。12回戦残すところあと4ラウンドです。第9ラウンドが始まっています。チャンピオンが大きな右を出してきます。足を使います、挑戦者の大和慎、さあワンツーだ大和、ファイティングアナウンサー、はい、これから終盤に向けて今度は大和、やはり何といっても挑戦者なわけですから、そうですね、決定的なこのままで一緒ですからね、はい、だから大和君もですね、ワンツースリーフォーまで打ちたいですね、はい、決定的なポイン ポイント、ね、そしてチャンピオンに対する決定的なダメージを取りたい、挑戦者の大和慎です。やっぱり手数欲しいですね、はい、まだ足りませんか、もうそれからですね、はい、さあチャンピオンも踏み込んでくる、やっぱりこの4ラウンドもやっぱり勝負になってきますね。これからの4ラウンドですね、はい、第9ラウンドもまもなく1分30秒が経過するところ、右をついて前に出ます大和慎、チャンピオンも前に出てきます。このあたり距離の取り合い、大きな右が空を切っています。チャンピオン、また額の傷から少し血が流れています。チャンピオンの超4人です。さあ大和足が止まった、左を立つける、そして右を返しました大和、大和も左の前のあたりをカットしています。この試合です大きなボディーブローを打ってきました。チャンピオンの張陽院、細かい右を打っていきます。そして左踏み込んだ、両者距離が詰まりました。そして足を使って離れます。相手のパンチを体を使ってかわす挑戦者の大和慎、大きな左から右です。チャンピオンの張陽院、また踏み込んでくる、チャンピオンが出てくる、ずいぶん強引にラフになってきましたね。いいですね、だからああいうとこだけですね。左左が当たった、左左ストレート、さあ大和左が当たった、打ち合いになるのか。第9ラウンドの終盤、チャンピオンも一切構わず前に出てきます。この辺りちょっと強引に前に出てくるチャンピオンの張陽院です。チャンピオンもずいぶん焦っているわけですよ。焦りですか、はい、はい、早めにポイントを取っておきたいというところですね。その大きなパンチを体を使って足を使ってかわして、そして左ストレートをヒットしています。挑戦者の大和慎、ただ大和もチャンピオンに決定的なダメージを与えるところまではまだ行っていません。第9ラウンドもほとんど時間がなくなっています。ここで第9ラウンド終了です。残すラウンドはあと3つとなりました。10番大和のいいコンビネーションブロー、チャンピオンをニュートラルコーナーに追い詰めるというシーンもありました。浜田剛さんは今のラウンド、はい、大和にワンポイントつけました。まあ、クリーンヒットとペース試合ですけどね、はい、まあ、そういった面では相手は強引に出てきているところを抑えないということが大事ですね、はい、自分の左ストレート当たっているわけですから、はい、それは要所要所で決めておくと、はい、はっきりしたのを決めておくのというのが大事ですね。12回戦も残すところあとラウンド数3つになりました。第10ラウンドのゴンが鳴っています。あと3ラウンド、浜田剛さん、はい、チャンピオンタイトルを取り返すためにどういった試合をすればいいんですか。まあ、もう少し、決定したパンチを続けたいところがありますね、はい、まあ距離をしっかり取ってますからね、はい、この取り方の中で、まあ、今右がちょっと足りないのはありますけど、はい、左ストレートでもしっかり多く決めておくというのが大事ですね。まだ、はい、数が少ないですね。まだ数が少ないですか、はい、そのあたりファイティング原田さんは前のラウンドはイーブンと、あ、また頭が激しく当たりました。今度は大和が痛そうにしています。
今、ま、ゴツーンという音が、あ、切れましたか。今ドクター、わー、すごい血が流れています。髪の毛の生え際のあたりからまさに鮮血が滴り落ちています。パックリと割れてしまいました。今ゴツンという鈍い音を放送席にも聞こえましたよね。この頭じゃよね。あーっと試合終了。うわ、ドクターがこの試合続行不可能と判断しました。パックリとヤマトのおでこのあたりが割れています。痛そうにしています。ヤマト新頭じゃ勝てませんね。頭同士が激しく当たりました。偶然のバッティング、第10ラウンドの途中ですので、この前のラウンド第9ラウンドまでの採点によってこのタイトルの行方が決まります。村山さん、はい、大和なんですが、今採点の結果をまず聞きましょう。ジャッジ森田87対86、大和。日本のジャッジ森田さんは大和。ジャッジ張万宿88対85、張。韓国の張さんは韓国のチャンピオン張、4位につけました。さあ87対84、勝者赤コーナー張4位、チャンピオン張4位初防衛に成功です。結局レフリータイのピニットプラヤードサムさんは87対84でチャンピオンの張4位につけまして2対1、スプリットディシジョンながらチャンピオンの張4位初防衛です。結局10ラウンド途中テクニカルディシジョンということになりましたが、青コーナーの船津さん、はい、ヤマトはかなりその傷だけではなくて頭の当たったダメージというのもあるようですね。そうですね、まあ、その傷がですね、やはりリングドクターの方曰くかなり深いと、もうこれは続行できないということで、リングドクターの方が着ている白いジャケットももう真っ赤に染まってますね。リングドクターの方にも返り血が飛んでいます。ヤマトの激しいこの場面です。うわ、まともに当たりました。これで当たった瞬間に後ろを向いた大和、もうこの時浜田剛さん、大げさの表現ではなくまさに血が噴き出していたという感じでしたよね。そうですね、実際にそういうところ、そうなりましたからね、はい、今のは完全な偶然のバッティングではありますけど、チャンピオンの頭が再三低かったんですね、はいはい、というのはレフリーももっと本当は1ラウンド目から注意は欲しかったですね。で採点の結果2対1でこのチャンピオン張4位の初防衛ということになりましたが、ファイティング原田さん、今日の試合どういうふうに、はい、僕の採点は全くここまでプッシュとドローの採点なんですかね、はいはい、非常に僕はやっぱり大和君がこれからパンチ当たってきましたんでね、はい、これからワンツースリーでいいペースでいくんじゃないかなという感じだったんですよ、はい、この3回が勝負だなというふうに思ってたんですけど、はい、この偶然のバッティング非常に残念だと思いますよ。そうですね、本人も納得いかないんじゃないかと思いますね、はい、浜田剛さんはその後輩大和、そのリターンマッチのこの試合の結末というのをどういうふうに見ますか。まあやっぱり練習でやったことを、しっかりしっかり守って距離を取りながら、そして要所で一発一発左ストレート決めながら、これがもう少し決まると思った矢先だったんでですね、まあ本当に偶然のバッティングではありますけど残念ですね。大和にとっては残念なリターンマッチとなりました。 OPBF スーパーバンタム級タイトルマッチはチャンピオンの張4位が10回テクニカルディシジョン負傷判定によりまして初防衛に成功。大和のチャンピオン返り咲きはなりませんでした。偶然のバッティングによって起きた額の傷が大きく試合続行不可能という裁定が下りまして、2対1のスプリットディシジョン判定で大和敗れています。